システム2は1988年にナムコが開発したアーケードゲーム基板。画像出力はハードウェアでビットマップ画像の拡大、縮小、回転機能を有し、これらの機能を効果的に利用したゲームが多く開発されている。基板はメインボード上にビデオボードや必要によりオブジェクトボードを重ねて接続する構成となっている。ゲームロムはメインボード、 ビデオボードそれぞれのロムソケットに実装する。交換にはマイナスドライバーでも行えるが、安全に行うためには、ロム抜き用の工具が必要であるため、基板の取り扱いに慣れたオペレーターが交換作業を行う必要があった。なお、柔軟な拡張性や知名度がある割に、他社の同時期のシステム基板と比較して、作品数が少ない。これは、 1990年代初頭にこの基盤の製造を受け負っていた企業が倒産したために、ナムコが新作ゲームの開発プラットフォームを他のシステム基盤に移したからである。そのため、メーカー修理が行われていた時期でも、故障の種類によっては、軽度であってもメーカーでの修理ができない場合があった。なお、メーカーの修理対応は、すでに終了している。 ナムコがこの後に開発した後継的存在のシステム基盤としては、ドットエアスプライトによる 2D と、疑似 3D を得意としたナマイナス1や、主に 3D ポリゴンを得意とした大型専用筐体向けのシステム21がある。メインプログラム、音源制御、画像合成、各種入出力機能を有する。初期型と2代目があり、通信制御 CPU が、日立製から、 三菱製に変更されたほか、多少の改良が行われている。メインボードには、メインプログラム、サブプログラム、文字キャラクターロム、データロム、サウンドロム、PCM データロム、シェープが実装されている。PCM 音源 C140FM 音源 YM2151、ビデオボードは、画像効果の機能を担当する。ゲームにより、 標準タイプのものと専用タイプのものがある。下記は標準タイプである。ビデオボードには背景等の拡大、縮小、回転用データロム、スプライトキャラクターなどのオブジェクトロムが実装される。V56 ビデオボードはラスタースクロール機能を提供するカスタムチップ C107 を搭載しており、同機能を必要とするファイナルラップシリーズなどに使用されている。 拡大、回転、縮小機能は持たない。このボードには、スプライトキャラクターのオブジェクトロムとして 4M ビットが4つ実装できるように IC ソケットが設けられているが、ファイナルラップでは、この IC ソケットは使用されておらず、後日のオブジェクトボード上に実装されている。なおカスタムチップ C107 は、サンダーセプターでハイパーウェイを表示するために2つ使用されており、 この流用と言える。ゲームの内容により、ビデオボードに実装しきれず、大容量のロムチップを使用することが、コスト面で不利な場合、別基盤で、オブジェクトロムを実装する際に用いられる。スプライトキャラクターのオブジェクトロムを実装可能。以下は、システム2をベースとしたカスタム基盤を使用した作品である。音源チップの C140 は、システム2の開発時に、 エンサニックからナムコへ音源の売り込みがあった。この音源を見たハードの開発人が、これだったら自分たちでも作れると自社でサンプリング音源を制作した。C140 が24チャンネル発生なのは、エンサニックからの売り込みの音源が24チャンネルだったためである。また、FM 音源のライトの遅さから来るチップに指示を出してから実行されるまでのラグを解消するために、 ファイ4用に専用のカスタム IC とデュアルポートのラムをこのためだけにボード上に実装している。バッファーから CPU が直接データを取っていくことによりラグを解消していた。ありがとうございます。